M ステってこれは牧野ステゴがやってる番組。インボイス制度っていうのはキスしながらなんか愛してるよっていうことです。はい、どうもナイツ花輪です。マチュラピクです。今日はね、はい、まあいろいろ映画なんか紹介したりとか、あと好きな番組とかね、いいですね、紹介したりしていきたいね。新聞とか、ただそれだけの企画なんですけど。で DVD もね。はい。これプリズンブレイクってどういう内容でしたっけ？これ割とね有名ですもんね、うん、プリズンブレイクは、うん、プリンがとりあえずあれなんです、凍っていく感じなんですよ。だから一つプリンがあって、研究家たちがどうやったらいかに凍らせるかって言って、いわゆるフローズンの要素とプリンで、それでプリンフローズンプリズンみたいな感じ、はい、でこの2人が一番その プリズンの大会でプリンをフローズンさせれる大会で優勝したんです。この二人がそうです、ね、あ、はい、俺なんか脱獄みたいなやつだと思ってたよ。あ、脱獄違うんだ。脱獄とかしない。全然違うんだ。俺ね、好きな番組がね、あ、教えてこれ知ってる？え、何ですか？金曜日の夜9時から、M ステって、これ、牧野ステテコがやってる番組。あ、これ牧野ステテコの？そうそう、牧野ステテコが、の略で M ステなんだけど。え、ミュージックステーション？違う違う違う。牧野ステテコがね、キンプリとか、あいみょんとか。え、牧野ステテコが回すってこと？そうそうそう。いや、回せないですよ、多分。あいみょんとかを牧野捨ててこは。どうしていいか分かんないっすーって言ってるだけですよ。そしたらそんな。知らないよ。いやいや、ないんだ。え、ほんまですか？うん、そうやったんや。俺知らなかった。うん、牧野捨ててこやったんや。この、なんか現代用語の2024の基礎知識とかさ、これいつも俺もらえるから、はい。知りたいな、いろいろ。知らないこと。いろいろね、うん、ありますけれども、中央銀行。え？中央銀行。中央銀行って何？あるんですけど、これ、まあ、いわゆる、もう放送禁止用語なんですけど、今、中央銀行っていうのは。中央銀行放送禁止？もう昭和の方に、うん、その、言うたら、その、体をちょっと打ってね、生活してるような人のことを中央銀行って言ったんです。だから、体の中央で、そのお金を稼ぐっていう意味で、それで、あの子中央銀行やな。そういうやつなんだ。そういう感じ。もう今はもう全然使ったらダメですけど、ね、絶対だってめちゃくちゃなんかニュースとかで出てくるけどな、中央銀行って。あ、いやいや、もう今や誰も言ってないです。ラジオでもテレビでも中央銀行ってそんな言うたかんで今って言われますよ。え、インボイス制度って何、どういうやつ？インボイス制度っていうのはキスしながらなんか愛してるよっていうことです。なんでみんななんか請求書がどうとかって言ってんの？よくわかんないよね。請求書っていうのはそのだから、ね、自分の方が愛してるって言い過ぎたから。あ、そうなんだ。そういうちょっと多めに愛してるって言ったこと印っていう感じ。だから請求書。ボイスのあれなんだ、インボイスって。そうです。だから相手の体の内側に声を届けるっていうインボイス。愛してるよ。俺知らなかった。知らなかったですか、うん、全然わからないこといっぱいありますね。いや、わかんないこといっぱいある、はい、さっきエルニーニョ現象ってさっきあったんですけど、エルニーニョ現象って、エルニーニョ現象、ああ知ってる、知ってますか、うん、サッカーの選手ですよ、エルニーニョって。ブラジル代表の。あ、ブラジルなんだ。ああ、本場だ。すっげえ上手いんだけど、ええ、噛みついちゃうのよ相手の肩とか。そんなやつ。そうそう、噛みつく。相手の肩に噛みついちゃったりしたの。マイク・タイソンじゃないやから。それをなんかみんなが真似しちゃったんだよね。いや真似したらやばいや。あ、エルニーニョ、お前それエルニーニョ現象やね。エルニーニョみたいになっちゃってるよって言って、あ、まあいい意味でもそのサッカーが上手いからサッカーの人口をめちゃくちゃ増やしたし、うん、速攻レッドカードで退場でしょ、そのエルニーニョ。今やっちゃったらね。あ、うん、当時は全然。あ、うん、当時いけたんですか。いけたいけた。へえ、噛みついてやーなりながらみんなやってたってことですか。そうそうそう、またエルニーニョ。鎌本さんだってそうじゃん。知ってる、鎌本さん。鎌本さんお元気ですかって CM あった。あ、そのちょっとあんま絵は浮かばないですよ、すいません。噛んでるから人。あ、そうなんですか、鎌本さん。お元気ですかって。あ、その瞬間に相手の耳をきちっと。めっちゃ怖いやん。CM できんやん、そんな。そして多分ギリギリ知らないから。あ、知らんから、そういう CM が昔あったんですか。あったの、あったの。それ懐かしいと思ってる人もいるかもしれない。ね、ギャーって終わるってことですか、その CM。いや、そこはもう。あ、カットされた。ってカットして15秒だから、うん、怖いなぁ。15秒でやってんのかよそれ。せめて30秒の方でやれや。これ、うん、これ教えてほしいんですけど、これ何ですか。
これは、うん、小学校の子が、ね、縄跳びするんですよ。どこやったかな、日本ね、イタリアです、はい、イタリアの子がイタリアの話なのこれ。そうなんですよ、うん、でイタリアっていっぱい都市がもちろんあるんですけど、うん、土地土地の駅前で縄跳びして、うん、1000回連続で跳べたら1っていうので、うん、で何都市行けるかっていうの で目標は50都市ってやってたんですけど、うんうん、24のところで、うん、24箇所目で縄跳びやってた時に、うん、普通に砂かけられて、それダメじゃん、だって足引っかかったら分かるけど、砂かけられた、砂かけられたんですよ、うん、でその砂かけられてそいつとももみくちゃなって、うん、最後終わるんですけど、その24で終わっちゃったねっていう。銃とか撃ってるじゃん、だってパッケージだけ見たらね。ああでもいやいや、言い忘れたんですけど、うん、結局偉いところの王女なんで、その縄跳びやろうって言った人が、砂かけようとしてるやつに対して、それは周りはもちろん警察なんか動いて総動員で阻止しようとするんですけど、全員の目に砂が入ってもらって、みんなーってなって、ってはい、それで。24回で残念みたいなとこ。でも24回でもすごい記録だからね。まあそうなんですよ。24都市1000回やるってすごいもんですよ。そういうやつなんだ、うん、そうなんですよ。いや俺ちゃんとあんまり見たことなかったから。で最後にその邪魔されて、うんうん、その女の子がジャック・バウアーって言うんですよ。なんかジャック・バウアーって言葉聞いたことある？ジャック・バウアーって岸学がやってなかったっけ、モノマネやってました。 R1、 あれはそうなんだ。 R1 出たんですけど、そっち覚えてる人ないんですよ。どっちかってジャック・バウアーでも正統派で分かるんですよ。そっち僕もそっち分かりますけど、あそう、それで覚えてる人いないですよ。はい、でもそのジャック・バウアーっていうのは人名やと思われがちなんですけど、うんうん、その王女が邪魔されて、うん、ジャック・バウアーって辛いよっていう意味がイタリア語でジャック・バウアーなんで、うん、はい。あとね、これはさ、これは大体読んだことある。ああもうこの辺読んだことありますよ。こうも、ああこれね、うん、全員でねちょっと中華料理屋開くっていう話ですね。このメンバーでね。41巻だけ？これは全体的に最初からそうですよ。あ、ドラえもんってそんな。ドラえもんってそうですよ。ドラえもんってドラですよ。ドラえもんのドラは。ガーンって中華のイメージあるでしょ、はい、ドラ。中華の話なの？中華の話ですよ、これ。誰が作る？中華料理。それをみんなで争うんですよ。誰が作るんかっていう。で、一人だけ化け物なので、の手この手でこいつは使いよるんです、作りよるんですけど、うん、それはセコイっていう人間とロボットのせめぎ合いがあります。これまあ一応化け物でありロボットなんだ。もともと不老者やったんで不老者で4人でやろうとしてたんですよ、もともと中華料理屋を、うん、やろうとしてたのを、うん、いや俺も仕事入れてくれってっていう不老者の方が来て、うん、不老者っていうかロボットなんですよ。そう、ロボット、不老者のロボットです。あ、そういう話なんだ。はい、うん、でそれで入れてくれって言うんですけど、こいつがもう未来から来てるもんやからいろんな道具は使うんで未来から来てるんだ未来から来た不老者なんですよ。過去に戻ったら自分の人生やり直せると思って過去に来たんですよ。でも猫みたいになってるこいつ。その猫みたいになってるのは、うん、その元々は人間やったのが、うん、その軸の歪みで、うん、変な星に立ち寄ったんですよ一瞬。こういうやつばっかりの、はぁ、間違えた。なるほどね。ここで生きていくにはこの格好にせいぜい、こいつもこの格好させる、そういう文明が進んでるんであ、その、うん、じゃあこのいう格好した星はどっかにあるんだ。あります、こんなんばっかりの。全然知らなかった。本当ですか。41巻はでも確か俺でも読んでますけど、読んでる、初めて酢豚作ると思います。41巻で何おいしんぼみたいな話だろ1巻は何ですか。1巻は普通に、DIY です。店作るとこ。まだ中華になってないんだ。そうです。ドカベンの最初柔道で始まったみたいな違うところ始まったなんだ。はい、全然知らなかった。そうでしょ。花さんなんか、うん、漫画意外と僕読んだことないですよ。筋肉マンもこれも。あ、ドラゴンボール。ドラゴンボール読んだことないですね。どうなの、うん、これは野球漫画なんだよね。戦いそうやけどな、これ。野球漫画。うん。あ、そうなんですか。中日の。中日の、うん、ミスタードラゴンズって戦いの、はい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 、自伝です。自伝なんですか、これ、はい。ちょっとごめんなさい。ちょっと、この人が高木森道。高木森道。こんなんでしたっけ、うん、最後ね、晩年。晩年亡くなる直前こんなんやったんですか。こんなんやった。紫入ってますけど、これちょっと髪の毛立ってお、ね、じいちゃんとか白髪染めで紫になっちゃって。そういうことなんですか、うん、そう自伝がこんないっぱいあるんですか。あるあるある。だってもうそれはだって2000本安打打ってる名選手だからね。あーゴールデングラブも何度も取ってるし。はい、はい細かくじゃ描かれてるんじゃないですか。ホームラン7個打ったら願いが叶うみたいな言われてるやつだから。あ、そんなんも聞いたことあるな、うん、この40回一番面白いよ。これどういう回なんですか。落合
落合博満信子と信子さんね、うん、奥さんの、うん、殺し合いです。殺し合いするんですか、うん、でそれに森光さんどう絡んでいくんですか。森光さんが落合信子に、うん、おかしになっちゃえって森光さんおかしになっちゃうよ。魔人ブーちゃんもそれなんか聞いたことあるぞ、うん、あ、そうか。それをよく言う人がいる。ああね、魔人ブーじゃないから。俺なんか読んでないけど聞いたことある。ちゃんと読んでないから。あ、そういうことですか。もう一回ちゃんと読んだら全然違った。魔人ブーじゃなかった。落合信子のクッキーみたいな、うんうん、いや、タレント名鑑もね結構うちあるんだよ。あ、すげえな、うん、知ってる、あ、知ってる人いる。好きな人でもなんかね、うん、紹介したいんですけど、うん、じゃあ、うん、あのパパイヤ鈴木さん、あ、パパイヤ鈴木さんだってラジオのゲストにも来ましたけど、お前パパイヤ振り付けの人じゃないですか。パパイヤ鈴木さん、あ、振り付けなんかしてないですか。パパイヤ鈴木さんですね。はい、な、何やってる。パパイヤ鈴木さんは、はい、将棋の棋士ですよ、この人。え、はい、恋するフォーチュンクッキーの振り付けやったって俺紹介した気がするけど。あ、違います。あ、違うの。もじゃ将棋って言って自分の頭の上で、ね、あの人があの将棋するっていうなんか新たなやつ作り上げた。もじゃ将棋、もじゃ将棋ってここのもじゃもじゃあるじゃん。置けないじゃんって、ここに置けるんです。あの駒っていうかなんかそういう専用のなんかそのマジックテープみたいなちっちゃい駒があるんですけど、それをこうつけてそれでやるっていうマジックテープみたい。相手ももじゃもじゃの人だけダメなの。パパイヤ鈴木さんの頭の上でやるっていうか、その棋士の人が。もっとパパイヤ鈴木さんもだこうやってるだけなの。こうやってるだけです。もうこうやってるだけなんですけど、対局中こう入ります。イリリも、もう癖なってて、もともとプロ棋士やったんですけど、なんか違う将棋やりたいって言って、うんうん、自分がもう編み出すわ言うて、もじゃ将棋って頭の上でやらす将棋を全然他の海外とかフランスとかで一回流行らしたんですけど、日本でもやりたいってやってますね。そういう人です。全然違った。そういう人です。親父ダンサーズとかだと思ってた。あ、違います違います。ダンスは全然してなかった。してないの。はい。いや、俺マジ知らない人ばっかりだな。そう考えたら。そうですか。いい、他にも。あ、もちろんもちろん。なんか他に女優さんとか。はい。あ、女優さんね。富田靖子さん。うんうん、うん。俺好きなんだけど。富田靖子さんは、うん、まあ皆さんご存知の通り女優さんなんですけど、最初のね、デビューがね、豚骨ラーメン毎度ありっていうドラマ覚えてますか？富田靖子で役で出てるんですよ、最初。富田靖子役です。はい。富田ですって、中華料理屋に入ってきて、14歳の時の富田さんが。14歳でデビューしてるの？はい。で、出された豚骨ラーメンを全部手一本で倒していくっていう、豚骨ラーメンの丼を全部倒していくっていう。ブワーってなっちゃう。ブワーってなって、うんうん、豚骨ラーメンのブワーってなったとこをこう、泳ぐっていう。富田さんがこんそもう当時もそのすんごいねっていうみんなが言ってて話題になった。それそうでしょ。とんでもないドラマでデビューしてるんです、この人。豚骨ラーメン毎度あり、毎度ありって、毎度ありって言いながらこう豚骨ラーメン熱々熱々、多少熱いけど、めちゃくちゃ体張ってんじゃん、はい、さすごいんですよ。水着で後半やりだしてポロリとかもあったんで、そういうあの話題のなり方もあったんですけど、はい、もう全部出てました。ポロリも全然隠さずに、隠さんといてっていうのは言ってたらしいです、と思った本人が。はい、もう14歳でしょ。14歳、その頃にはもう29やったんですよ。ずっと やり15年やってんの。やってたんです。これもウィキペディアに載ってないのが、ね、不思議でしゃあないんですけど。知らなかったな。あ、坂本冬美さんとかって名前聞いてるんですけど、どういう人でしたっけ、知ってます？もともとね、名前違ったんだよね。そうなんですか、うん、ね、加藤なんとかっていう、うん、あの坂本冬休みだったのよ、その前が。魔石で芸人さん、芸人、モノマネ芸人。ブラックコーヒーを腸に入れて腸内洗浄ばっかりしてたの。やばいじゃないですか。やばい。それで坂本冬休みになって、坂本冬休みまた別にいたような気がするんですけど、違うんですね。坂本冬休みいないですか、うん、あの全部いるんだけど、坂本春休み、坂本夏休み、坂本秋休み、なんでそんな全四季があるんです。で4人グループだったの。春夏秋冬、坂本龍一プロデュースだから。坂本龍一プロデュース。ああ、なるほど。春と夏と秋が燃えちゃって、うん、やめるっつって、うん、季節として冬休みが残ったんだけど、冬休みが残った形だから、冬休みだけ残るのおかしいだろ、冬取れよって坂本冬になって。普通にそれ演歌歌手からのキャリアやと思ってたけど、違うんだよ。違う。そんなアイドルグループでしたっけ。どういう坂本図、うん、岡本図が今岡本図いますよね。隠られてるけどね。隠られたっていうか、まあリスペクトだけど。なるほど、オマッシュというか、坂本図のメンバー。坂本図のメンバーやったの、うん、坂本春休み、夏休み、冬、秋休み。秋休みって何なんですか。秋休みがないじゃん。ないですよ。それでなんかおかしいでしょって。うん、おかしいですよ。それで
テロ起こして。テロ、うん、普通に怖い。事務所に爆弾仕掛けて、それで、え、だ誰がですか、秋休みが、秋休みな、ないのになんでやらすんだみたいなこと、なんでやるんだって言って、お、そんな怒らんでええやん、めちゃくちゃ切れて、うん、あの坂本秋休みこと榊原郁恵が、え、榊原郁恵なんですか、って俺も黒歴史や、榊原郁恵さんってその一人でアイドルやられてた、その前ってことですか。へぇ、夏休みになりたかった、だから夏のお嬢さんっていうなるほど、え、すげえ、はい、あ、そういうこと、はい、じゃあ、あの、テロ起こしたってことですか、榊原郁恵さんが。よう、今も現役でやれてますね。だから知らないから、ホリプロの人も、誰も。そんなことある、うん、テロ起こしといて。ゆうたくんには俺は教えた。言うたんだよ、もう、世間が知らんねやったら。じゃあ、ラスト、はい、ピンクさん、なんか一つ。いや、それいいんですか、今日これ5月26日。あ、今日の新聞なんですか。あります?おすすめの番組。今日楽しみなんがね、あったはずなんですよね。これ好きなんですよ、僕。ザ・鉄腕ダッシュっていう。聞いたことあるよ。はい。これは、はい、大阪っていう、あの、5人組の OSAKA の大阪っていう5人知らないですか。TOKIO は?あ、TOKIO なんていうことですか。大阪、大阪じゃなくて、大阪じゃなくて大阪ですOSAK で大阪って、大阪っていうミジセと、え、ミジセ長瀬じゃなくて、ああ、長瀬知らないですね。ミジセメンバー、ミジセと、ミジセと竹岡、竹岡、竹岡です、ドラムの竹岡、松じゃなくて竹で、ねえ、国分寺キーボードでしょ、キーボードで、ああ、なんで用意してますね、国、うん、分寺、うん、で、イラブ、えイラブです、いや、ジョージマン、メジャーリーグ違いじゃないですか、あと、海目っていう、海目、別に反対じゃないと思いますけど、ね、や、山口、あ、海目、海目、海目くんっていうのが、そうなんだ、その大阪がやってる、うん、海なの、鉄腕ダッシュって、そうなんですよ、その5人がなんで有名になったかっていうと、完全に右腕を鉄に変えたんで、全員が鉄に変えた、鉄腕なの、それ鉄腕で、アームレスリング、毎週、はい、日曜日、はい、で一応なんかこうトライアスロンみたいなもんで、うん、アームレスリングだけで終わらずに、一応そこで勝った人がブワーッと当てもなく走るっていう感じで、うん、坂をね、坂を走ってっていう場面、だからダッシュなんだ、そうです、ブワーッて走ってはぁはぁはぁって言うだけの、それやってないし、女性がさ、はあ、坂さ走るやつ、おー、いや、それ知らない、あ、それ知らないの、はい、アームレスリングで鉄腕のやつが勝った、うん、勝った1名だけが坂を、ダッシュできる権利が、坂をガーッていって、そんなのがなんでこの20何年も続いてんの、面白いんだよ、いやいや面白いですよ、やっぱりある日、竹口が、竹口がね、うん、もう俺鉄の腕やめるわ、竹岡じゃないの、竹岡、あ、竹岡ね、うん、竹岡やめろ、竹岡が、はい、あの鉄はやめたって言って、うん、竹岡やから竹にしたって言って、うん、竹にしてきて、超弱くなってんじゃん、はい、絶対勝てる言って、うん、もうパーンいかれて、うん、粉々になっちゃったでしょ、粉々になっちゃって、うん、でも俺は走るんや言うて、勝ってもないのに走って、2人の会があったりとかね、ちょっともう30分、はい、ちょっと真面目なね、ちょっと今日話しましたけど、ね、勉強になったんじゃないですか、これね、真面目な会でしたね、真面目な会でしたね、最高じゃないですか、ということでこれ最後まで見てる人は多分頭おかしい人だと思いますんで ね、町浦ピンクと一緒にちょっといろんな雑談をしてきました、ありがとうございました、皆さんまた見てください、また見てください、ありがとうございました。